日本群馬県気流市清瀬町清瀬町は群馬県気流市の町名である。面積は0.18平方キロメートル。郵便番号は376-0026。気流市の中部、渡瀬川の左岸に位置する。稲荷町、西木町、折姫町、三原町とともに気流市第三区に属する。東北部は三原通りを境として三原町に東南部は 折姫町に、西南部は渡瀬川を挟んで、愛よ町に、西北部は元塾町にそれぞれ接する。町内北部は、桐流私立商業高等学校の敷地となっており、町内南部に桐流警察署がある。渡瀬川に架かる桐流大橋によって、愛よ町と結ばれている。かつての新宿村の一部にあたる。1889年の町村静止校により、 紀流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平江が合併して、紀流町が発足。新宿村は紀流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に大技が廃止され、現在の町名である、清瀬町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道駅はない。群馬県道68号桐生伊勢崎線が町の中央を東西に通過している。また、南北を三原通りが通過している。桐生市立商業高等学校、ありがとうございます。